Because the military would not allow the jail rat to wear clothing, Dr. Dang could see the male genitals and through telepathy, the jail rat projected the image of his species' female genitals. The genitals were different from ours. The female had a sort of vulva but had a clasper situation. The male had a male clasper, the female had a female clasper. It looked like a disc with rectangular solids that rotate for copulation. Also, the jail rat showed Dan an image telepathically of his wife and son back on a planet near Zeta Reticuli star cluster. Also, the image that was presented was that the jail rat's planet was very hot. Then he revealed that he enjoyed the climate of Earth for that reason. Gunjin wa J. Rodが衣服を着るのを許可しなかったため、ダン博士は J. Rodの男性器を見ることができた。そしてテレパシーを通してJ. Rodは J. Rod種族の女性器を投影してみせた。 J. Rod の性器は人間のものとは違っていた。 J. Rod の女性は人間の外陰部のようなものを取り付け器具の形で身につけていた。つまり J. Rod の男性は男性用の留め具を身につけ、女性は女性用の留め具を身につけていた。それは長方形の固形物のついたディスク用のもので、交尾の時は回転した。また、J. Rodはダン博士にテレパシーの形でゼータ・レテキュリ星団の近くにある惑星にいる彼の妻や息子の像を見せた。また、J. Rodが見せたその惑星の様子はとても熱かった。J. Rodはそれが理由で地球の気候を楽しんでいると明かした。軍はシグマユニットと呼ばれる特別のユニットを持っていた装置のことと思われます。軍の仕事はその訪問者の言語を言語学的に理解しうる英語に翻訳することであった。最初の更新で J. RodはJ、つまり10番目の文字をキーボード上で示し、次にバーのシンボルを示した。つまりキーボードをバーで指で指示した。シグマユニットはそれによって、つまりその言葉の変換によって、その生き物は地球から10プラス5から15光年のところにいたと判断した。なお、そのバーシンボルは数字の5を意味するマヤ及びエジプトの象形文字であった。このことから15という数字と結びついた。レテキュリー星団の近くからやってきたと言われる J. Rodと直接対峙したことのあるダン博士は、レテキュリー星団からやってきた J. Rodの性器について以上のように述べています。つまり男性器、女性器らしきものはあるが、それには男性器用の器具、女性器用の器具がついていたというのです。そしてその器具を回転させて交尾したと。左右どちらが男性で女性かは分かりませんけども、まあ、見た感じ左が男性、右が女性ということになるのでしょうか。
ただ私が気になったのは、人間にあるようなへそがないという点です。 J. ロッドは要するに卵性もしくは人工培養されたハイブリッド種であったということになるのでしょうか。話を先に進める前にですね、日本およびシュメールで見つかっている土偶のへそを見ていただきたいと思います。縄文のヴィーナスですけども、おへそが矢に強調されているのがわかります。この像のへそを見ていただきたいと思います。これはイナンナ・イシュターですけども、やはりへそが強調されています。どうしてこのようにへそを強調したかということになるわけですね。で、バビロニアで見つかっている土偶もやはりへそが強調されています。そして後から一度触れますけども、三角パンティーを履いている点に注意してください。イナンナ・イシュタールというのは女神中の女神、この世のものとは思われない白い肌と燃えるような赤い目を持っていたとされています。これがイナンナ・イシュタールです。赤い目、そしてへそのところも何かしら宝石のようなものが埋め込まれているのがわかります。これは爬虫類の交尾の様子ですけども、ひょっとしたらということになりますが、日本の土偶は総じて見るとやはりへそが強調されているように思います。いくらへそを強調するといってもですね、ここまで意識し大きく表現するものかという疑問が私林博士にはかねてよりありました。つまりこのへそには何か別の意味があるのではないかと。特にこの土偶を見てください。へそのあるあたりに大きな穴が開いています。そしてハイレグの三角パンティーです。このような像が見つかっていますけども、三角パンティーに注意してください。これらの像の後ろから見た、写真もありますけども、後ろは紐一本になっています。つまり人間の女性が履くような、ハイレグパンティーとはやや趣が違うと私林博士は考えています。こうして像を並べていきますと、この下半身が裸の像に注意してください。下半身が裸の像は皆共通して三角形のパンティを履いているのがわかります。そしてパンティといっても表側から見たパンティであって、裏側はただの紐になっています。異様に大きな、つまり強調されたへその穴、そして三角パンティ、へその穴と三角パンティ、何か関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。古代の神々は無性、つまり性がなかったということを考え合わせますと、このパンティの下にはひょっとしたら男性器に似たものが隠されているのかもしれません。これが、人間が使っているハイレグパンティーです。で、もう一度シュメールの神々と日本の神々の共通点について確認しておいてください。一応向かって右側がですね、シュメールのイナンナ像と呼ばれているものです。一応に小さな子供らしきものを胸に抱いています。言うなれば餌ということになります。そして三角パンティーを履いています。
ギリシャ彫刻のそれと考え合わせるならばですね、まあ女神系のこの神は体は女神系ではあったのですけども、立派な弾痕らしきものがついていたということになります。胸があるから女性ということにはなりません。そしてカクンカクン型ですね、脇の下に大きな空間ができています。いくら肩幅が広いかといってもですね、人間にはこのような空間はできません。カクンカクン型です。右は縄文土偶です。やはりカクンカクン型です。足の方はですね、異様に太く、まあ異様ですけども歩行補助装置をつけた姿であると私林博士は判断しています。そこはまあ今日のポイントではありませんが、要するにこのような形でシュメールの神々と日本の神々はですね、つながっているということです。仮面の女神と言われている像です。やはりカクンカクン型で、脇の下には広い空間ができています。遮光器土偶も同じコンセプトで作られています。つまり神々はこのような型をしていたということですね。それがシュメールの神々と共通しているということです。話を元に戻しますが、ではこれらエイリアン、もうエイリアンと呼んで差し支えないと思いますけども、これらのエイリアンの生殖器はどうなっていたかということです。で、先ほどお見せしましたように、まあ、エイリアンといってもですね、いろんなタイプ、いろんな種類のエイリアンがいますから、へそがあるのもいれば、へそのないのもいるわけです。で、まあ、これらの像について言えば、へそらしきものがですね、へその位置にあるということになります。がやはり大きな穴が開いている点に注意してください。そしてその姿はバビロニアの像と縄文土偶は共通している、つまり一致しているということです。となると、果たしてへそのところにあるへそのようなものは本当にへそなのかということにもなってくるわけです。まあ、考えてみればですね、神々は無性であり、セックスをしない、つまり妊娠出産をしないということを考え合わせるならばですね、へそがある方がおかしいということになります。逆に言いますと、なぜ神々にはへそが、あるいはへそらしきものがあるかということにもなります。大きな謎が生まれます。が、この部分に何かの器具がついていたと考えると謎が解けます。それが冒頭で皆さんにお見せしましたダン博士の書き残した資料ということになります。左右がJ・ロッドの男性とJ・ロッドの女性、そして中央が人間です。へそがありませんね。で、もう一度ダン博士の資料を読み直してみたいと思います。軍人は J ロッドたちが衣服を着るのを許可しなかったため、ダン博士は男性器を見ることができた。そしてテレパシーを通して J ロッドは J ロッド種族の女性器を投影してみせた。 J ロッドの性器は人間のものとは違っていた。 J ロッドの女性は人間の外陰部のようなものを取り付け器具の形で身につけていた。つまり J ロッドの男性は男性用の留め具を身につけ、女性は女性用の留め具を身につけていた。それは長方形の固形物についたディスク用のもので、交尾の時は回転した。また J ロッドはダン博士にテレパシーの形でゼータレテキュリ星団の近くにある惑星にいる彼の妻や息子の像を見せた。また J ロッドが見せたその惑星の様子はとても暑かった。 J ロッドはそれが理由で地球の気候を楽しんでいると明かした。軍はシグマユニットと呼ばれる特別のユニットを持っていた。
軍の仕事はその訪問者の言語を言語学的に理解しうる英語に翻訳することであった。最初の更新で J ロットは J、 つまり10番目の文字をキーボード上で示し、次にバーのシンボルを示した。キーボードをバーで指で指示した。シグマユニットはそれによって、つまりその言葉の変換によって、その生き物は地球から10プラス5から15光年のところにいたと判断した。なお、そのバーシンボルは数字の5を意味するマヤおよびエジプトの象形文字であった。このことから15という数字と結びついたと。なお、ドクター・ダン・ブリッシュというのはエリア51で、エイリアンと一緒に生活をしていた博士というふうに紹介されています。いろいろなウィスルブロワー、つまり内部告発者はいますけども、このドクター・ダン・ブリッシュはですね、その中でも最高の地位にあった内部告発者ということになります。そしてダン・ブリッシュ博士はですね、J ・ロッドのことを記録として残したということになります。No, not as far as I'm aware. Not as far as he told me, no. They excrete in a manner that we would excrete. Mm-hmm. Their external genitalia are different than ours. The females have somewhat like vulva, but they have a clasper situation. The male has a male clasper, the female claspers. It looks like a disc with rectangular solids that are rotated into position for clasping at the inguinal region. They do have internal fertilization. ダン博士はジェニタルス、つまり生殖器と表現していますが、実際には排泄器官ということになるのではないでしょうか。つまり男性系の排泄器官、そして女性系の排泄器官と同時に、生殖器としても機能するというわけですが、しかし人間がしているような生殖行為ではなくて、むしろ爬虫類に近い動物のような生殖行為をしているということになるのではないでしょうか。そう考えると、へそがないという点についても合点がいくということになります。で、結論ということになりますが、日本の遮光器土偶です。この遮光器土偶で注意していただきたいのが、この性器があると思われる部分です。ここに穴が開いている点に注意してください。この穴は排泄用の穴兼、言うなればエイリアンの生殖用の穴ということになるのではないでしょうか。またそのように考えると、世界に残る土偶の謎も解けてきます。長野県茅野市小東で見つかった仮面の女神です。異様に大きなお腹と、そしておへそが強調されています。右がビンチャ遺跡で見つかった土偶です。左は日本の土偶、そして左上は、シュメールのイナンナ・イシュタール像です。こうしてつながっていくということですね。右下はインダスバリー周辺で見つかっている土偶です。三角パンティを履いている。なぜこのような三角パンティを履いているのかということも一つの大きな謎です。分かりやすく言えばですね、体は女系であってもついているものがついている、すなわち神学士であるということになるのではないでしょうか。そしてこのような三角パンティを履いているということになりますが、誤解してはならないことが一つあります。つまり
エイリアンにも、まあ、いろいろなタイプ、いろいろな種類のエイリアンがいるということです。そしてそれぞれが、まあ、独立した形で生殖行為をし、そして、まあ、子孫をですね、次の世代に残しているということになります。ですから一種類のエイリアンの生殖行為、あるいは生殖器の形がイコール全てのエイリアンの生殖器の形につながるということではありません。まあ、そうしたこともですね、考えに入れてエイリアンの生殖器及び、まあ、三角パンティについて考える必要があるということです。まあ、ともかくも日本の土偶と世界の土偶はこのような形でつながっているということです。最後にもう一度釣り上がった目、カクンカクン型に注意してください。左の日本の、仮面の女神は歩行補助装置をつけていますから、逆に異様に足が太くなっています。で、最後にもう一つ大変興味深い事実を皆さんにお見せいたします。人間の女性です。そしてスメールのイナンナ・イシュタールです。縄文ヴィーナスイコール縄文イナンナ・イシュタール説 by 林博士ですけども、そのイナンナ・イシュタールの履いている三角パンティに注意してください。イナンナは三角パンティを履いていました。そしてその三角パンティの模様を見ていただきたいと思います。まあ、ピンク色にしたのは私の好みによるものです。このイナンナ・イシュタールの履いている三角パンティのコンセプトは日本の菊水と、まあ、大変よく似ているということです。まあ、これは偶然の一致ということになるのでしょうかが気になります。ということで、今日は神々の生殖器イコール、まあ、性器について考えてみました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。 Bye for now。We're talking with Betty Hill, famous and first abductee. September 19, 1961, Betty, while driving with her husband Barney, was heading south from Canada, right. When very early in the morning, he saw a strange light behind the car. It was September 19th. But what time was that, Betty, that this light behind the car appeared? Well, we had crossed over the border into New Hampshire.On a dark September night in 1961, Barney and Betty Hill had a frightening experience in the mountains of New Hampshire. Later, they came to believe that they had been captured and studied by beings from another world. During their ordeal on the spaceship, Betty saw a star map said to containAstonishingly accurate astronomical details. They see this map as proof of alien contact. And all the while you and Barney were discussing it, what is this? What is that? Yes, Barney did in World War II. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。1961年9月19日の夕方、ニューヨーク州北部ケベック州で休暇を過ごしたヒル夫妻は自宅があるポーツマスへ車を走らせていた。ニューハンプシャー州グローブトンの南部で彼らは空に明るく輝く光の点を発見した。当初彼らはそれを流星だと思っていたが、その光る物体は上昇して月の近くで停止した。バーニーが国道3号線を通り抜けようとしたところ、物体を
通信衛星ではないかと推測したベティは、もっと近寄ってみるため車を止め、飼い犬のデルシーを散歩させるようバーニーに訴えた。クマがいるかもしれないと心配したバーニーは、車のトランクに隠してあったピストルを取り出した。数年前に姉妹から空飛ぶ円盤を目撃した話を打ち明けられていたベティは、その物体が多彩な光を放ちながら月の表面を横切っていく様子を双眼鏡で観察した。飛行物体を見ていなかったバーニーは、その光が普通の旅客機ではないなどと考えもしなかった。やがてベティは、その青い物体が明らかに普通の航空機ではないことに気がついた。これがよく知られたヒル夫妻誘拐事件と言われている事件です。私林ヒル氏が注目したのは、その後妻のベティ・ヒルが2週間同じ夢を繰り返し見るようになったという点です。で、その後ベティはサイモンという医師により催眠療法を受けます。そしてその催眠療法の中で、ベティはベティが見たという星座の話をします。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。サイモンはベティに星座をスケッチするように提案したが、彼女は躊躇した。彼女が船で見たという三次元元星図を正確に描くことは不可能だと思ったためである。しかし最終的に彼女はサイモンの提案を受け入れ、12の星々を特徴とした地図を書き上げた。これがその地図ということになります。そしてそれから7年後の1968年、オハイオ州オークハーバーの小学校教師でアマチュア天文学者であったマジョリー・フィッシュは、フラーの著書宇宙誘拐ヒル夫妻の中断された旅を読み、そこに掲載されていた星図に興味を惹かれた。フィッシュはこの星図を解読すれば UFO がどの星系、つまり星から来たかを確定できるのではないかと考えた。星図の12の星の一つは太陽を示すに違いないと仮定したフィッシュは、星図と基地の星とを一致させることができるかもしれないと考え、星図を研究し始めた。そしてこの研究の結果、ヒル夫妻を誘拐した UFO はレティクルザ・ゼータ連星系をめぐる惑星の一つから来たのではないかと、そういう仮説を立てた。このフィッシュの仮説により、この事件はゼータ・レクテル事件と呼ばれることもあるが、大部分の UFO 研究者はヒル夫妻誘拐事件ないし、それに類する表現と呼んでいる。フィッシュはその分析結果をウェブに送った。彼女の結論に同意したウェブは、星座をアストロノミー誌の編集者テレス・ディキンソンに送った。ディキンソンはフィッシュとウェブの導き出した結論を支持することはなかったが、興味をそそられ、同誌の歴史の中で初めて UFO に関する記事として採用し、意見や論議を募集した。その後約1年にわたり、アストロノミー誌の投稿欄にはフィッシュの星座に関する賛否入り乱れた議論が掲載された。中でも星図と見えるものは偶然的な点をランダムに配列したものに過ぎないとするカール・セーガンとスティーブン・ソーターによる議論がよく知られている。後に UFO 研究家のキャサリン・マーデンは、セーガンがこの事件に関して嘘をついていたと告発した。それはともかくも、こうしてベティ・スミスが書いた星図と
そしてそれから7、8年経ってから分かった実際の製図が一致したというわけです。左上がベティ・スミスの書いた製図です。そして右下が実際の製図ということになります。右下がレティクルザ・ゼータ連星系ということになります。で、例によって例のごとくこの事件の直後からヒル夫妻の誘拐事件を否定する論者たちが数多く現れてきました。例えば、白人のベティと黒人のバーニーが異人種間結婚した夫婦であることのストレスから来る幻覚ではないかという、つまりは人種差別的な説を示唆した説も多く出されました。さらには、ヒル夫妻の話はですね、 SF テレビドラマアウターリミッツの宇宙への架け橋で紹介された話と酷似していると。つまりヒル夫妻はその番組を見ていてヒントを得て、こうした説を作り上げたのではないかという批判もあったようです。そして一連のヒル夫妻誘拐事件についてはベティ・スミスの夢であったと、つまりベティ・スミスはそうした夢を見ただけだと判断なさるのは皆さん自身ということになりますが、夫のバーニーは1969年2月25日脳出血のために死亡しています。去年46歳であったと言います。またベティは2004年10月17日1年以上にわたる闘病生活の後がんによって、他界しました。去年85歳だったと言います。冒頭に紹介した動画はその直前に撮られた動画ということになりますが、ここで事件が終わったわけではありません。その後とんでもない事実が浮かび上がってきました。簡単に結論を言えばですね、ベティ・ヒルが 3D の製図を見て、それを記憶して描いた図と最近の調査研究およびそれを 3D 化した模型と比較してみるとそれが一致したというのです。一番上がベティ・ヒルが書き残した図です。一番下がコンピューターで再現した 3D のそのあたりの製図ということになります。ベティ・スミスはエイリアンに見せられた 3D の製図をある角度の方向から見てそれを記憶したというわけですけども、実際の製図をですね、 3D 化しある一方向から見るとベティ・スミスが記憶した製図と一致したというのです。で、私の方でですね、3D 化することはできませんでしたけども、その真似事のようなものをしてみました。左の製図がですね、ベティ・スミスが催眠療法の過程で書き残した製図です。右が、最新のコンピューター技術を使って、表現した製図だそうです。要するに 3D 化した製図をですね、ある別の一定方向から見ると、ベティ・スミスが書き残したような製図になるというのです。で、少し前に言いましたとんでもない事実に話を戻します。ここから先は皆さん自身の判断ということになります。インチキなのか本当なのか。プロジェクトセルポ。プロジェクトセルポは1960年代にアメリカ合衆国政府が秘密裏に行ったと UFO 研究家らが
権威をかけている極秘計画の名称で、レティクル・ザ・ゼータ連星系の惑星セルポへアメリカ軍人12名を交換留学に出したというプロジェクトのことを指す。開始当初はプロジェクトクリスタルナイトと呼ばれていたとも伝えられている。内容、この情報はアメリカ国防情報局 DIA の元職員と称する匿名の人物が2005年11月から UFO 研究家らへ公開し始めた E メールにより一般に知られるところとなった。この情報によれば、一般にロズウェル事件として知られている1947年7月頃にアメリカ合衆国のニューメキシコ州ロズウェル近郊で発生した2機の宇宙船 UFO の墜落事件で、宇宙船とともに回収された1人の生きた宇宙人の協力によりこのプロジェクトが実現したという。この宇宙人は EVE、 つまり Extraterrestrial Biological Entity、 地球外生命体、すなわち宇宙人と呼ばれ、1952年に死亡するまでアメリカ合衆国内の秘密施設で生存したと言われている。 EVE は宇宙船から回収された通信機器をはじめとする各種機器の使用法を地球人に説明した結果、惑星セルポとの通信に成功し、交換留学事業が開始されることとなったとされる。交換留学事業は1965年から13年間、10人の男性と2名の女性からなる特別チームをアメリカ合衆国から惑星セルポの宇宙船で惑星セルポに送ったと伝えられる。情報によれば、留学チームのうち1名は惑星セルポに到着前に宇宙船の中で死亡、そして1名が留学中に事故で死亡、2名は惑星セルポに残留を希望し居残り、8名が地球に帰還したという。帰還した8名は惑星セルポの2つの太陽の強力な紫外線によってすでに全員が死亡しているという。果たしてこの話はホークス、つまりいたずらなのか、それともリアル、現実なのか、私には判断しかねています。これ以上今のところ検証材料がありません。がレテクルザ・ゼータ連星系をめぐってはそんな話も漏れ伝わってきているということです。判断は皆さんにお任せします。Bye for now.